こんにちは。イラインのアイブロウショップです。今日は眉毛を整えたいだと聞きましたが、なんかどんな眉毛の模様を欲しいですか？じゃあちょっと今見てもいいですか？じゃあちょっと見ます。今の眉毛は最近あんまり整理しませんでしたかな。そうですよね。ちょっと整理しませんね。でも逆にこういう感じでちょっと自由な眉毛の方が整えするときにはもっといいですよ。じゃあなんか欲しい模様はちょっと上がカーブしてあっちの模様を欲しいですか？そういう眉毛は今の顔の模様と似合うだと思います。いいですよね。そして眉毛も今の眉毛にもできるだと思います。はい。じゃあそういう感じでしましょう。大丈夫ですか？さあ今から、あなたの眉毛を整えます。始まります。じゃあまずは私のショップは全部きれいもので整理しますよ。こういう感じで準備しましょう。します。まずは眉毛の模様をちょっとスケッチしましょう。こういう感じでペンスとか使ってまず眉毛の模様を描いて、後に整理すればもっと上手に眉毛の整理することができます。私のチップです。眉毛のカーブの部分は鼻のここの部分と瞳ですかな、瞳の部分にこういう感じでして、ここの部分をカーブすれば
いいですよ。こういう感じで、ここの部分チェックします。そして逆にここも、そして眉毛が終わる部分はこっちの部分と目のこの部分に、こういう感じで考えてチェックすればいいです。ここですよね。ここなんか難しいでしょ、眉毛の模様を整理することはね。こことここが違うこともあって、でもこういう感じですればもっとね上手にできます。そして目の前と上に眉毛の前もチェックします。で、ここを全体な感じで描きます。模様は同じです。私がまだ日本語が上手じゃないですから、ちょっとおかしいな部分とか理解することができない部分とあるだと思いますが、これは理解してください。今日本語は勉強していますよ。で、とにかくスケッチはしますから、今からはねちょっと眉毛を、眉毛の毛をカットしましょう。なんか眉毛の毛の、眉毛の毛が長く、長い、短い、こういう感じなら、あんまり綺麗じゃないですから、ね、同じくらいにカットして、整理しましょう。私はこの、コンボブラシを使って整理します。整います。まずはここから、ここの部分で毛の逆の方向にブラシします。普通は毛がここの方向にいますよね、ありますよね。で、逆にブラシして、この毛をこの部分でカ
ートします。なんか拡散しなすれば毛が全部ないなないないならおかしいですから、少しだけ整理します。難しいです、日本語が。この部分も同じ感じでします。次は これを使ってこれの名前を探しましたが、検索しましたが探しませんでした。名前何かな。とにかくこれで今スケッチする眉毛の模様みたいにように整理します。整えます。眉毛の前も ここの部分がちょっとかぶして、ここの部分も同じ感じでします。
ですよね。次はこのピンセルを使って残り毛を抜きます。まずここからしますよ。こういう感じで短い残り毛は抜くことが一番いいですよ。一番綺麗ですよ。特にこういう上の部分とかはね、継承しても、なんか残り毛があったらあんまり綺麗じゃないですから。ここもします。最後までこのティッシュで綺麗に洗いましょう。完成です。ね、ちょっと見ましょう。こういう感じです。ここの部分がちょっとかぶして、全体にちょっと綺麗な感じでしました。いいですか？大丈夫ですか？じゃあ今日お疲れ様でした。もし
話したい、聞きたいこととかあったら、この私のショップに連絡してください。じゃあ今日ありがとうございました。なんかまた次にまた会いましょう。じゃあねー。またね。バイバイ。